このゲームで1位になったからつって誇れるかっつうと誇れないよ僕は。お疲れ様です、ムービンです。今回もデイスイフォールアウトやっていきましょう。というわけで始めていきましょう。はい、デイスイフォールアウトというのが今回3パート目となります。今回相当飲んでんだけど、パート2並みに飲んでんだけど、パート2ほどじゃないので説明していきますと、アルコール濃度 5% 以上のお酒を1リットル以上飲んだら収録を開始するというフォールアウトでございます。ちょっと危ない、ちょっとなんか一瞬上ってなったわ。ちょ、多分カットしとるわ。うん、説明して今のこのタイミングのシーンまで多分カットしてる。ちょっとなんか気持ち悪いというか、上っていう声が出ちゃったから、多分カットしてますね。今回もやっていきましょう。はい、この実況の趣旨はもうパート1から言ってるとは思うけど、普段ね、私ムービンというね実況者はね、ギャルゲの実況しておりまして、まあそれなりにね、なんか真面目なこと言ってるんですよ。ただね、たまにははっちゃきたいんじゃないかということで、まあ、泥酔しながら実況を撮るという新たなジャンルをね気づこうということで、まあ、泥酔しながらやっております。はい、実況という文化をなめ腐っております。すいません皆さん、やっていきましょう。今回もデイスイフォール、フォールアウトって言ってない？なんかさ、フォールガイズだよね。パート2もさ、パート1もフォールアウトって言ってない？今気づいたわ。え、酔っ払うとフォールガイズをフォールアウトっていうの？全然違うんだけど、フォールアウトってあのオープンワールドゲームなんだよ。皆さん知ってます？私はプレイしたことあるんだけど、全然違うじゃん。今気づいた。あのね、このね、酔っ払いながらね、今パート1とパート2のね、動画見てるんですよ。あ、見て今収録したんだけど、全部フォールアウトって言ってるわ。なんだろうね、フォールアウト普段やってっからなのかな。あの、私ギャルゲ実況者なんで、フォールアウトのプレイ動画は上げてないんですけど、あの、フォールアウト普段やってっからなのかな。なんかすげえね、あの、毎回、フォールアウトって言ってたと思うわ。いや、あの人ノーミスじゃん、すごくね？すげえな。え、チーターか？いや、チーター疑うのよくない。いや、フォールガイズでチーターとか一番やる意味ねえわ。一番やってて面白くない。前チーター湧いてたけどね。湧いてたけど、このゲームでチーターするって思ったわ。いや、エイピックスとかね、チーターいるじゃないですか。やっぱ嫌ですよ、一緒に。ね、出くわすと嫌だし、なんだこいつって思うけど、あの、僕このゲームでチーターと出くわせたことが2度あるんですけど、このゲームでチーターやるのはマジでね、ちょっと理解に苦しむ。あの、おもろくないもん多分。このゲームで1位になったからつって誇れるかっつうと誇れないよ僕は。エイピックスでチーターせえ、まだ。いや、そんなこと言っちゃいけないけど、そんなこと言っちゃいけないけど、このゲームでチーターやって勝利の快感ってあるかって言われるとマジでないと思うけどね。うん、いや、わかんないけど、人によるとは思うけどね。はい、というわけでやっていきましょう。いや、もうなんとかサーキットだったと思うんですけど、あ、いや、やったわ、またやったわ、戻るのまたやったわ。なんかね、あの、ごめんなさい、なんかあれなんだよ、あのねプレイステーション1のコントローラーでやってて、間違って指が丸ボタンに引っかかった時にキャンセルするために×ボタンを押しちゃうのよ。でも決定が×なんだよね、あのスチームのゲームなんで。なんで丸を押した後×を押すと、戻っちゃうんだよね。いや、マジネタだと思うじゃん。ネタじゃないんだよ、そんだけ酔っ払ってるんすよ、マジで。よくないね。でもそういうやつなんだよ、酔っ払ってて、何こいつみたいな、何言ってんのこいつみたいなね、その短い10分ぐらいの動画で何言ってんのこいつを楽しんでほしい。うん、なんか世の中でもう仕事に疲れて、な、酔っ払ってフォールガイズやってる男がいるんだなっていうことを理解してほしいわ。ちょ、ボタンがもうわかんねえ、ダメだ、今丸ボタン押したもん。いや、バスボタンがジャンプなんだって、スチーム版だから、スチーム版だからなのかわかんないけど、少なくてもプレイステーション4コントローラーのバツボタンがジャンプなんだって。これ真ん中、この真ん中よ。はいはいはい、
まず右から来るから先に右に回っとくよ。で全然余裕、緑も余裕で、これ一旦ちょい待ち、あちょい待ったつもりだったね、全然待ってなかったね。このなんかよくわかんない団子みたいなエリア、ちょい待ってね、これ結構やばいんじゃない。ちょ待って、一瞬一瞬遅らせ、いやこれ上に行けね、待って、いやいけるいける、全然いける全然いける。ジャンプダイビング、はい、40位以内、41位以内ですね、余裕でございます。はい、フルーツを数えろ、何これ初めて見るんだけど、どうやって数えるの、どういうこと数えろって、あーええどういうこと、えどういうこと、ドリアンが2ってこと、今少なくても画面には2個見えてるね。え何、後ろから押し寄せるスライム避けろ、どういうこと、ええどういうこと、数えろって何、数えろって何、もう全然わからんって、全然わからん、なんでバナナなの、なんでバナナなの、えどういうこと、ちょっと このゲームを理解して終わりたいわ、待って、え312ってこと、えわからん、えわからん、全然わからん、なんかオリーブっぽいのが3じゃん、で押し寄せるスマイル、スマイルよ、えスマイル、えスライムで、えどうで、なんか出てた、あ3がどれっつってんだ、じゃあオリーブっぽいこれだわ、あーなるほどね、はあなるほど、寝るわ今日は、ごめんみんな、お疲れ様でした。